岸田おい岸田お前何にやついてんだよ。翔太郎。今回はお前だ。岸田翔太郎。何女子大生と早朝4時ラブホテルに消えたまあ別に悪くねえじゃないか、それは <laughs>。そ,<れは笑>それは悪くないでしょ、別にこれは。それは翔太郎くんもね、うん、小泉慎次郎くんと同じぐらいイケメンだからね。それはしょうがないよ。朝4時。 女子大生とラブホテルに消えたってのは。まあ翔太郎くんの年だったら女子高生と消えたって言ってもまあ気持ちわかるよ。ただちょっと羨ましいから、いいなぁと思うぐらいだから、もうね、まあ,まあ気持ちはわかるよ。でもまあこういう記事が出るとさ、ほら、お父さんお母さんバレるじゃん。何女子大生とラブホテルに消えたって消えたっきり出てこないのやめてよね。神隠しみたいな感じでね。誘拐されてたことはないと思うけども、気をつけろよ。パパ活かもしんないぞ、お前翔太郎。 ま翔太郎。しかも彼女がいたら、この女子大生誰っていう風に、その彼女に対してやばいよ。なあ。まあでも彼女もね、別れ話しにくいよね。だってね、別れ話したらしたで、あれ将来の玉の腰捨てちゃったのみたいな感じになるから、多少の浮気は我慢して、翔太郎くについていくんじゃないのそれは。せいぜい、捨てられないように気をつけないといけないけども。いや、でもね、やっぱりこう、 翔太郎くんの年には色い々ろいろあるよ、それは。うん。だお父さんに暴れたくないよね、お母さんとかにはね。うん。だ今回は、翔太郎叩きっていうよりも、なんか気持ちわかるわって感じで、いや、俺にも同じ立場だったら、女子大生と消えるぐらいするな、っていうところだね。まあ今もうこんな歳になっちゃってしね、奥さんもいるんで、そういう気持ちはさらさらないけども、いや、これは別に記事にしないであげてほしいな、週刊文集さん。年頃なんだからさ、女子大生とホテルに消えるぐらいいいじゃん。 でも、早朝4時でしょ ?4 時からじゃなかなかね、ちょっとこう、人踏ん張りしようかなと思ったらもう夜明けだからね。まあ、これは素直にラブホテルに消えて、なんか、コーヒーでも飲んで寝たんじゃないのそれぞれ。うん、そのぐらいじゃないですかね。うん、朝4時から、頑張るこれ。うーん、まあでもこの女子大生さんとね、なんか難しくやっていただければいいんじゃないかなと思いますよ。今回は特に叩くことはありません。まあ、これは翔太郎くんの年なら、あって当然。 いいな。少子化担当大臣に任命します。それでは。